にちは。こんにちは。ゆたかさん、はい、いつからうちのチャンネルは変態チャンネルになっちゃったんですか。これなんだ変態。いやいや、いかがわしいもの、いかがわしいものかなと思って。実際にやってるプレイ、これ。これはもういかがわしいものですよ。それはもう完全もううちはプレイ。これはもうこれは悪い顔悪い顔してますね。本当にやってそうな気してきたの。さて、はい、邪魔でしたね。はい、すいません。バットにうちわがついてる、はいはいはい、どういうふうに使うかしてる。いや、これだからサンマをどうですよね。そうそう、こうちょっと火が熱いとか、ね、そうあのキャンプファイヤーにいいよね。あ、キャンプとか多いですもんね、プロも。キャンプとかね、プロは、ね、はい、でこうやって、うん、熱いからな、近づけないし、やけどしたくもない。はい、いつもよりシナリオありますね。痛くないこのシナリオはね、痛くないでしょ。はい、まあこれは、はい、まあ後でやってもらうけど、要するに空気抵抗で、うん、まあ、力をつけていくとか。なるほどなるほど。力をつけたりとか、バットの軌道を良くする、ね。はい、これどうやって使うかしてる。あ、こうじゃないですか。それね。で、ここを打っていく。はい。おこういうね。おお。パセコ割れるな、まず。わかんない。これな。じゃこれ見たことないです。これは。こう入れてボールを握る。はい。で、こう。ああ、なるほど、ね。握力とか。握力か。握力とか手首を鍛える。なるほど。ああ、それ見たことないです。確かに。まあこれはわかるわな。これはだからそのこうじゃないですか。いや、それでどうするの。これで後ろにくくりつけて、おう、こういうこの動きじゃないですか。おお。振り込んでいく。おお。そう。おお。いや、だからまあ例えば、まあ、こういう風に。こうはまあ縛ったとするので、はいはいはい、おしゃ腕のこの力がつくよ。はい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 、ね、はい、そして脇上げてやってもらう。こうしたら力なくなるよね、はい、ないよね、はい、やっぱ脇を締めたら引っ張れるよね、はい、だからそういう練習、へえ、そういうトレーニング機能。すごい、これは売れますわ、うん、売れてないらしい。売れてないですか。見たことないですね。人が低いのかもわからない。そうですよね。これでもいいっす、ね、たことないし、ね、これ別に案件でも何でもないんだよ、これな。何でもないんだけど、自分で案件持ってきたって。違う、俺の知り合いがこういう器具をやってるから、はい、じゃあ送れとね、うちのチャンネルでよかったら、あの、なんていうの言葉に詰まるぐらいの紹介ですね。紹介で出てこないんですか。もっくんが紹介ですかね。うるさい。出てこないのも面白い、一つのあれだから。あれも出てきた。まあ、面白いですね。まあまあ、ちょっとやってもらうから。はい、ね、はい、まずこれ。おっ、目で、はい、で、はい、振って、これ抜けるでしょ、はい、振り切った後に、はい、この抵抗がなくなるでしょ、横になるから、うん、だからそういうのも一つのあれだよ。へえ、抵抗あるでしょ、結構。あります、あります、あります。ちょっとやらしい。インパクトが分かるね、はい、いや、なんでかというと、こういう風に出てきて、はい、インパクトの時にこれが立ってくるから、グッてきます。そうなったら、そのインパクトに力が入るというかね、はいはいはい、抜けもいいですか。抜けもいい。なるほど。やってみて。いいですか。まあ、やんない方がいい。なんで、なんでですか。いや、話し悪いそうと思って僕だけ不安要素あるんですか。でもまあこれはあのインパクトとかさ、これ手首が鍛えられるの。はい、じゃあ、はい、トップ。はい、はい、でこう持って振る。あ、もうこれだけですか。手首も使えるな。こういうことですか。うん、結構来ない。いや、あの、結構来ます。これさ、やっぱ縫い目にちょっとかける。はい、縫い目にかける。ああ、これ、あ、手首も。いや、これでも結構握ってんの大変ですもん、これ。そうだ、はい、結構来るで。来ます。あと、ここも来るんで、やっぱちゃんと。いや、だからこれを使ってると速いボールが投げられると思う。なるほど。これ鍛えられますよ。握力も同時に鍛えられて。これでもいいかもしれないです。これ家でもできちゃうんで、このまま。まあ、大体家でできる。家でできるんですけど。これはストップかかっちゃった。お前わざわざグラウンド行ったら打ってる。打ったり投げたりしてる。で、それ用か。お前は硬いな、体の使い方が。もうちょっと柔らかくひょ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 って。お前もう手首がこんななっちゃうんだ。こういう風な使い方。伸ばして投げるわけでしょ、手は。こうやって投げないじゃん、意味ないから。せっかくの器具を正しく使わない。確かに。どう。あ、でもここ来ますね。来るでしょ、はい、いや、だからこれも
まあ、例えばさ、俺らの時代ってさ、お椀持ってさ、お風呂に入ってこうやって水の抵抗でやるっていうのは、これはさ、一日中つけてられるで、街の中こうやって歩いてやばいっす、やばいっすって街に吹き出してるんですか。嫌な奴がいたらこうやってコーンって優しさありましたね。優しさ、ありがとうございます。いや、痛さがわからないから。いや、めちゃ痛いですよ。コーンって言ったら木魚と同じ。木魚と同じ。誰が防災やる。いや、本当今木魚と同じ音したんですいません、本当にそれは申し訳ないです。はい、これこれですね。はい、これ、はい、こ、そうそう、あー、これはいいな。これはバットの出す軌道っていうのを、脇が開いたりとか、ちょっと脇開いて開けてやってみましょうと。で、力入らないでしょ、はい、ね、はい、脇締めて、はい、おそらく持っていけるよね、はい、だから脇の締めがいかに大事、あ、まあ、これをやってると必然的にこう脇締まってくる。そうです。これは本当にあの家の柱でもいいし、くくりつけておいて、はい、家の中でこうやってできるから、バットの出し方ですよ。いや、バットのこの出し方って大事だから、うん、ただフライボール革命が流行ってる、はいはい、ね、はい、フライボール革命、はい、そうそうそう、はい、こういうので軌道を確認する。ああ、なるほど。この3つがあれば、例えば野球の、まあ、バッティング、はい、こうボールを投げる、はい、ね、こういうのがすごく便利だし、うん、鍛えられると思う。確かに。これ全部加減しなくていいし、はい、力いっぱいできるね。はい。だからそういう意味ではすごく練習になる。確かに。確かに。加減するとできないですか、このトレーニング。うん。逆に、逆に。加減するとな。はい。なんかずっとでやれそうな。これやっぱしっかり持つ。うん。こう振られるからこっちがずれる。そうじゃなくてずらさないよね、これ。ああ。握りも。うん。そしたらやっぱ野球選手ってさ、握力全体的には強くなきゃいけないんだけど。はい、やっぱこの、 あの人差し指と中指、それと親指の支え、うん、で小指の支え、はい、これが大事だから、うん、ずれないっていうのはこれがしっかりしてるという、うん、そしたらコントロールもいいから、うん、やっぱ握力が弱い人はコントロールが悪いから、野手でも、はい、だからピッチャー以外にも野手でもコントロールが悪い人はこういうのを使ってる。これってなんか購入できるんですか。購入できる。これ調べたら、はい、ネットかなんかで調べてもらえれば、うん、多分出てくると思う。なるほどね、はい、いや、すごい、でも良かったですもんね、うん、あの本当に的を得てる練習できると。そうだね、はい、はい、ぜひ、もうぜひあの家庭でね、うん、これ小さい子供からできるから。確かにそうです、ね、確かに、うん、まあまあそういうことで、はいはい、ね、まあいろんなグッズがあるという確かにそうですね、 ですね、ぜひこういうグッズも含めて、うん、そうだな、試してもらいたいな、ね、うん、取り入れていただきたいと思います。はい、はい、最後言えてなかったね。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。